皆様ごきげんよう、アメリアのボーカルキミです。ドラムのロシータだもんね。ベースのウェスター様だ。私たちアメリアは5体のモンスターと共に動く絵本のようなショーを行っております。昨年セカンドアルバムスライドザライトをリリースいたしました。俺だ。それを携え全国に出現しております。来る2016年秋11月5日に単独公演を行います。11月5日、それはなボーカルの君姫のバースデーなんだ。分かっているな。お前ら持ってくるものがあるはずだ。それを持って11月5日待ってるぞ。来ていただけるだけで大丈夫です。うん。その前に8月6日、おっとそうだったな、はい、吉祥寺クラブシータにてロックオブエイジスボリューム3があります。広いステージでアメリアを見ていただく機会となっております。ぜひ皆様お誘い合わせの上いらしてください。そしてこの日は、即売会といたしまして HMV さんのロビーの方でアメリアの CD を販売してくださいます。俺には特典がつくんだ。はい、この日しかつかない特典がついておりますので、サイン入りトレーディングカードをお前ら必ずゲットしろよ。余ったら捨てるからな。なんだ。皆様お誘い合わせの上、8月6日吉祥寺クラブシータ、11月5日は吉祥寺クレッシェンドへお誘い合わせの上いらしてください。待ってるぞ。お待ちしております。アピリアでした。でした。